好。反乱軍は義伊達連合軍を破り、彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と義軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため、父孫権の説得を試みる。無情的战争。無情なる親子の戦いは目前に迫っていた。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。父上。だが。俺はすでに信長と盟約を結び、無法轻易违反盟约。孫家の王座として、これをたやすく保護にすることは。盟約什么东西都是浮云啊。しかし、このような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと。其实孙坚是没有台阶下，把他打倒他就有台阶了。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。哦，快把孙坚打倒，他就有台阶可以下了。然后就会找借口说，哦，我打不赢，我屈因为屈服在信长的威力之下，信长的力量之下，所以我要加入你们。承知しました。陸白言。全力で参ります。哇，这是江东内斗，吴国内斗啊，干好了，无所谓，算了。物有生数。哦，突然想起来了，好吧，算了。OK， 直接 go。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に地球を倒そう。ほほほほほほ。わかりました。全軍、進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主膳殿、帝鳳、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。おお、孫権殿は信長と組んだのか。殿が明らかにされるまで遭遇思ったより敵は少ない。敵軍には周遊殿というはず。おおおおおお、何かの策だと考えるべきでしょうね。孫権様に会いたいなら私を倒してください。おお、大乔耶、大小乔都在。仕方ない。所以孙策也在咯。ここは通してもらう。一緒に戦ってください。わかりました。爆炸。けど僕には立てたみたい。孫策様、孫権様、ごめんなさい。来啦，父軍を引きください。ビュ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 。この話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力づくで来い。看，原来这边有那个。哎。どうした剣。この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。差死你。
还没死哦，干！やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。死了没啊？我死了。頼むぞ、リクソン。啊？我刚刚没看到啊，他们对话，白痴哦。判断は成功したぞ、孫作。完成。このまま押し通せ。見事だ。その調子で奮戦せよ。啊？计策。说什么鬼啊！我刚刚没看到他们在干嘛、啊。去哪里？増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな？総員、ひるまずを先生。打ち取りました。お見事です。私も見習わなければ。我先去任务地点好了，我怕我会来不及。直接开打了。耶！就他计策是什么？我刚刚完全没看到啊，奇妙。才能豊かな若者、気を緩める訳にはいかない。およ、怎么还有人啊？对呢，时间到了哦。太师，孙坚殿の指揮のもと。原如此。单纯的援军而已。間に合いましたか？敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。不要让敌军察觉啊。軍は苦戦を装っていたのか。
の動きから我らの目をそらすために。参りましょう。参りましょう。收集素材喽。哦，已经吃过了，那就不管他，不管他。子はいつの間にか成長しているものだな。この父も暂时的觉悟。才不会暂时的，你还要之后还要让我选择玩呢。よくやってくれました。次にやるぞ。お前こそ真の三国武装だ。俺は孫権の相手をする。お前は。ヤツの娘を頼むぜ。わかりました、お父様。なら今のうちよ。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう孫権様。おー、イエーイ。お前の同僚兄上のところへ行くか。有点像哪吒。干、喜んでお供しましょう。先ほどはリクソンにしてやられましたが、ここは通せません。話说等一下，我看一下宝川殿啊，孙尚香在哪里？在这啊。私も止まることはできぬ。押し通らせてもらうぞ。隊長、打ち取りました。秘技変形陣。いいな、行きます。好きにやる。うまくはめられてしまったな。まあいいじゃねえか、リクソンの成長を素直に喜ぼうぜ。おお、鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。やってくれたな、ケン。俺も気合い入れていくぜ。兄上にはまだ及びませぬ。ここは是が非でも通していただきます。大使、いつかの再戦と行こうぜ。孫作殿、一丁やりますか。武を持って存分に語り合いましょう。去帮那个好了，帮孙权。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。ああ、見たかリクソン、俺は家系だけの男じゃない。許しません、あなたには同情するわ。家族同士で戦うことになってしまうなんて。一下清光光。イエー、清潔溜溜。家族だからこそまた同じ道を歩けると思うから。家族を信頼しているので、戦う前にその言葉を聞けてよかった。お前結構やるな。その調子でいけ。父様にも戦う理由があるの。だから剛本被白衣到分かっている。勝負、正々堂々勝負しよう。姫様、申し訳ございません。刃を向ける無礼、お許しください。やった者は許せません。正直、私はワクワクしてるんだ。一度、本気の練習で戦ってみたかったから。久しぶりだな、打ち合わせ。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちについた。认真想认真的跟你交手一次，这两只老虎真的是不得了。最後に勝つのはどちらかな。好，开打开打。我要把这场家庭闹剧吗？家庭闹剧就闹到上战场这样子。
追いつけました。没好意思耶。成長したな。もはや言葉は不要だ。かかってこい。哦，这里这里这里，门在这。我想要把那左上角那一只清掉，看着真碍眼。我が前に立つと愚かな。啊，不是不是没伤害，是因为前面的前面的那个前面的小兵都把剑挡掉了。哦，我为的是挤满那个，挤满那个那颗大球。来喽！来了。哦，那边还有一只耶，这是谁啊？还是大众连切达？哎，杀小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 ！我他妈在打大众连，你跑来打我？お見事。大事なものだ。う。立派に成長したな、ケン。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。看，给他台阶下，他就愿意下了。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、太子爺。お前らと戦えて楽しかったぜ。家族斗争。ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。中でもリクソンとウジアス殿の尽力があってこそです。うん。リクソン、君の成長には驚かされたぞ。いえ、ウジアス殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな。虎と戦えると思った。靠背啊！多花点时间再打扮，打扮你个头啊！ウジアスは相変わらずだな。俺も一度本気で戦いたいと思っていた。这两只老虎真的是话家常啊！父上。ところで、信長の狙いは何かご存知ですか？俺の口からは言えん。だが、信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、力を貸すことを決めた。ああ、つい。信長のやり方が気に入らぬのなら、納得いくまでぶつかり合うがいい。真意が知りたいなら、つい信長本身也不是。本人に問いかけよう。理念跟我们相同吗？それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。納得いくまで何度でも。孫文代、武門の王者として乱世を切る。くそ、孫白、行くぜ。休養期総将校、いざ出陣なんてね。主公金、戦場に勝利の調べを奏でん。大小乔也有哎。哦，一下又增加三个妹子。
时间超过了，太久了。不是，会有马超的那个、啊，马超的武器剧情吗？織田軍がすぐ近くまで攻め上げていること。率いているのは光秀殿です。光秀。なんと父上が。明智光秀、魔王の側近か。明智光秀。こちらの著しい戦力増加を危ぶんだのかもしれぬな。だったらきっと真っ先に腕輪の持ち主が狙われるわね。私ですか？ああ、間違いないだろう。信長、そしてゼウスと戦う切り札、何としても守り抜かねば。最後、信さん会加入我们吗？感觉应该会了。不加入的话就玩不了了。父上には久しくお会いしておらぬ。わらわも行くのじゃ。手环防卫战杀小，有可能拿去玩一下那个好了，玩一下支线吧。服部半藏的播放事件，看一下好了。哎、欸，居然是跟周公瑾。哦，半蔵殿か。気配なく忍び寄られるとは、少々驚いたぞ。影ゆえ、容赦願う。あなたも笛をたしなまれるのか。少々。だが。お主の笛のような艶はない。それでも深みはあるだろう。影として生きてきたあなたにしか出せない深みが。いずれ共に笛を奏でよう。あなたは目立ちたくないだろうから、二人ひそやか。哇，一个一个光鲜亮丽的，然后跟一个。不时无刻与跟阴影同在的一个忍者，竟然想要吹笛子，还真是挺有趣的。应该是跟孙尚香吧，没记错的话。哎，没错。何をしているの？折り紙よ。鶴を折ってるの。鶴を折る？紙で作ってるってことよね。すごいわ。私にも教えてくれない？いいわよ。ここをこうして。果然是少女的。花みたいに開くと。すごい。本当に鶴ができてる。ねえ、もう一羽作ってくれない？啊，他们共同点就是公主。翔子ったら、なんだか妹にせがまれてるみたい。他们两个共同点就是公主。哎、欸，还有一个、欸，这是歌德萝莉风的 Gasia。小娇，そなた、こちらの世界で何ぞ面白きものを見ておらぬか？面白いもの？ごめんね、わかんない。私一人であんまり遠くに行くなって言われてるから。被交代。わらわも似たようなものじゃ。父上にいつも止められておっての。两个爱玩的小姐。あ、それじゃあ、私と面白いもの探しに行かない？一人じゃダメだけど、二人ならいいよね。一緒に秘密探検しよう。是小孩子吗？はあ、それじゃあ、わらわはそなたの考えに乗るぞ、小娇。你有割草？对啊，我在割草啊。これから一緒に張り切ってか。根本就不是割草游戏嘛。
还有呢？还有什么播放事件呢？干，这百分之百就跟北条氏康啊，还要看吗？大乔跟谁啊？大乔跟小乔吗？不对吧？哦，武田信玄跟谁啊？干，哦，跟伊达吗？哎，德川家康又有哎啊，德川家康该不会跟那个吧？跟本多忠胜吧？啊，这是跟小乔。狸猫？中国有狸猫吗？家康様嫌がってる？タヌキっておとなしいし、臆病だし、悪さをしない可愛い。一个堂堂大名被你说成狸猫，当然不爽啊！なるほど。干，我就不信家康不会不爽。日の本ではどういうわけか、タヌキには良い印象がありません。对呀、啊，狸猫在日本是不好的印象。そんなのおかしいよ。家康様もタヌキさんも優しそうだし可愛いの。所以小乔会跟家康撒娇啊？小乔殿からそう言われると照れますな。いや。害羞屁呀、啊，白痴哦！悪くはないか。本当？じゃあこれから家様のことタヌキさんって呼んでいい？这就是小女孩的任性吗？なんと、いやそれは、他ならぬ小京殿の頼みとあらば。哎，我觉得家康一定有问题。やった！ありがとう。タヌキさん。軍略の大語る孫子の姓が、このような階段字とは驚きじゃねえ。もっと線の細い軍師伝とした男かと思っとったよ。まあ、書をしたためた祖はそうであったかもしれんな。俺は軍略を生かし、戦場でかける男だ。ふん。わしと気が合いそうじゃねえ。高頭の虎と又是一个虎。干，现在有三只老虎在我的队伍上啊。嗯，我らの総がで敵を切り裂かん。一个相模之虎、甲斐之虎跟江东之虎，这三只老虎，到底在冲他小啊？大乔是什么？大乔さん。哦，但是跟お姉さんって跟早川呢？そうでしょうか。大猫咪。いつも他の人のことをすごくよく気にかけてる。だからきっと下に兄弟がいるんだろうなと思ったの。那就小乔不是吗？はい、そうなんです。私ちょっと元気が良すぎる妹がいて。あの子には心配させられてばかりなんです。それと心配といったらやっぱり孫作様です。孫作様はいつも無茶ばかりで、私気が気じゃなくて。像中，我印象中小乔好像真的都是双马尾。弟たちやお父様のことはいつも心配。我好像印象中没有，四代的时候好像是，四代的时候是吗？四代的时候好像不是双马尾，忘记了。はい、こちらこそよろしくお願いします。还有吗？好像没有嘞。还有，这是跟谁啊？啊，小乔，傻小。危ない上どこぞに隠れているがいい。あ、小啊、要耍帅是不是啊？もう子供扱いしないで。私ちゃんと戦えるもん。貴様が大丈夫と思うても、周りの者が気を使うのじゃ。怪我でもしたらどうするとな。でもじっとしてられないもん。周遊様もあなたも頑張って戦ってるんでしょ。それに怪我しちゃう時だってあるでしょ。それはまあそうじゃが、
私も一緒に笑って戦って怪我するんだからじっと待ってるなんて嫌なの。这就是一个任性的小女孩。貴様のような女子を傷つけさせるわ。伊达正宗只是想耍帅而已吧。嗯，そうなの？じゃあ、マサムネ様の近くで戦おうと。そうすればみんなにも心配かけないもんね。他在卖弄小聪明是不是啊？なんでそうなのじゃ、バカめ。傻小啊。哎，好像没有了。哎，对，没有了。做大猫咪是谁啊？没事。说那个老虎吗？江东之虎、相模之虎跟甲斐之虎，三只大猫咪。干，可是他们的怎么讲啊？老虎名为那、怎么讲？以老虎为称号的角色太多了。啊，等我一下，我喝个水。回来了，我现在刚好可以组人七队了，把道纪换掉就可以了。哎，不对啊，道纪也是人七啊，他跟那个真田信之好像是夫妻吧？哇，现在就是人七队啊！对啊，人气对啊，没有错啊。好，那来个大男队好了。看一下啊，还有哪个算大男的？冰凤。天少炎，愛しき風景を胸に描き、戦う。我们要荷尔蒙要平衡一下。这是上一场玩女生，这一场就要玩一点男生。你晚来，所以都没有看到女生的场次。还有哪一个算大男啊？啊，张飞啊！可是他去修行哎，华丽嘞。徐晃吗？徐晃算大男吗？潮人吗？潮人算吗？不知道。啊，邓艾好了，邓艾看看。投資祭、任務を遂行する。好。自分が真の三国無双だ。成功したようだな。戦はなる全ての者の不要、聡明の力で我に挑むがよい。OK， 好，来玩大男队。
我现在发现那个丁凤有屁股下巴、欸，邓艾好像也有一点，占满整个荧幕，都是大男队，本多啊，本多啊，战国最强大男哎、欸，不要小看他。好，来完支线任务。哎、欸，奖励成员是这些哦。那换一下好了。但有奖励成员，那就换一下好了。纸浆谦虚在哪里啊？大男队，主线再用好了。我想先过支线，支线的那个什么，他刚刚有出现那个什么奖励队伍，我想用一下。纸浆谦虚在哪里啊？见了是不是？干人一多，找人是最麻烦的。傻小、啊、不见了、啊。哦，在这里啊，靠腰啊。我在冲他小啊！これぞ天下無双の義士の証なり。よし、うまくいったか。勇者軍、このまま流れに乗るぞ。世界に愛と義を刻み込む。斬新斬馬の気概を持って。貫き通すは我が信念。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。人呢？刚不是在最下面吗？怎么不见了？白痴哦！找到了。天下に示せん。两点不够。不够，等一下。气。值得一直去研究。空气。哎，靠腰。
直个暗处。好，先这样，到时候慢慢再研究。異界での激闘が続く中、暴君トータ君が味方の肥宅洞说：“这肚子跟我一样大。”応戦したのは二人の若き将であった。好了，没有那么夸张了。我的肚子大概比董卓再小一点点吧。どちらも孫悟の時代を担うであろう有望な若者である。彼らは勇んで戦場に向かった。董卓の野望を怪人に期すために。话说我想起来以前陆逊的造型啊，真是不男不女的境界。董卓軍はすでに戦場に展開しています。辨认出他是男生还是女生，那个造型除了名字跟声优之外，我完全靠背啊！弱気になるな、陸曹。俺たちが力を合わせれば、必ず乗り切れる。そうです。陸逊有什么本啊？男生的我都没在看。厳しい戦になると思いますが、よろしくお願いします。なあ、あ？戦場が騒がしくないか？哟，有三方军队耶！这样小四郎军队。好，开打。敵衆の伝令があって駆けつけました。すでに誰かが交戦中のようですね。ご覧な、俺たちも出よう。烈火のごとく攻め立てるんだ。ご覧な。何なんだこいつら。刃を向けてくんなら相手になるぜ。よくわからないけど。みんな切ってあげよ、武蔵。チェアチェアチェア。只怕一下应该可以啦。お見事です。私も見習わなければ。70%以下我都过了，50%以下应该还好。何か勘違いをしていませんか。私があなた方二人と戦う理由はありません。お、鬼拜七功。さあ、おとなしく僕に切られて。いくら数で雇用が無駄だぜ。剣は誰にも止められねえ。ちょっと待ってくれ。俺はこの連中の仲間じゃない。大きい感情。对啊，宫本啊。拿船桨打人，应该是二代的那个吧，二代的四等武器，四等。哎，他加入了，真的，他们加入了。邪魔する奴がまだいっぱいいるからな。貴様ら、好き放題暴れおって、名殺しにしてくれるわ。来啊、董卓来啊、他妈的。这个肥宅。みんなで切りまくろ。きっと綺麗だろうな。ここに、海の輩を打ち払い。いやー。耶！身体をさらすとは、追い恥をさらすとは。哎，还有一个在下面。
いい調子ですね。このまま倒していきましょう。お前結構やるな。その調子でいけ。なんという武勇。ずいぶん気合入ってるな。棚田の一座ご覧あれ。剣の道を極めるのは俺だ。お見事です。哦，啊，他可以是丢哎，哎，是吗？我不知道。他那个是可以一直丢吗？我待会再试一试好了。俺に勝てると思ってんのか？我が軍に挑め！真的呢。那个时间内可能短时间内可以一直丢哎、欸，好像是哎、欸，蛮屌的。哎呦，董卓的增援部队一直来，好棒啊！好没好没哈！好没好没哈！好爽啊！元军是不是？啊，元军是吗？啊，元军啊啊啊！元军是不是啊？联军不是很秋条吗？啊啊！联军是不是很秋条啊？哎、欸，我刚刚电脑宕了一下。哎呦！哎、欸，走错了，抱歉。哦，好多人啊！等等，聚集过来好了。好慢啊，我过去好了。来了吗？干李儒啊，李肃。干不过来，我还一直一个打好了。まだまだこの程度では終わりません。勝利のためにも突き進みます。すごすぎる。俺も。もっと闘志を燃やして挑むしかない。好多人呢。私も見習わなければ。お前こそ。人太少，开始觉得有点闷了。哟，呛虾是不是？哦哦，这边好多人啊！来喽！貂蝉哎！哎呦，我在那个亡灵的后面，是不是放大绝？耶、yeah ！阿妹阿干，卡妹卡妹，哈！
看威力不够大。啊！他去哪里啊？看，应该去哪里啊？因为刀拿那么大把就一定会赢吗？换你了，卡米哈米哈 ，OK， 真好用。老肥宅，哎，还有一个嘞！耶，变豪猪，冲啊 ！Hello。有没有看到你的同类啊，董卓？人呢？哇，等着看，董卓看到他的同类，兴奋到跳下去了。来来，上来打，上来打，董卓上来打。我上你一发大的。来来来。没死了啊，一定的啦。人呢？哦，在这里。哦，我干，傻小啊！老肥宅这么嚣张。哎呦，片付いた。二人ともこれで一緒に来てくれるな。ああ、いいぜ。どうせ帰る場所もねえし。それにお前たちと行けば何か掴めるかもしれない。武蔵が行くなら僕もついていくよ。君たちのキリっぷり結構良かったしね。君たちのキリっぷりすっごく良かったよ。なんか途中から君たちを切りたくなっちゃってさ、その衝動を抑えるのが大変で大変で。干，这是你是洗锁吗？リクソン、さっきは熱くなってて気づかなかったが、俺たちとんでもない奴を仲間にしたんじゃ。心配無用だ。こいつはちょっと変わってるが、剣の腕は確か。戦力としては。十分頼ってくれていいぞ。干，可是你在源流岛上面把他干掉了。武蔵殿に源流岛。小次郎殿のお目付け役になってもらいましょう。そうすれば私たちも安心です。よかったね武蔵。また一緒にいっぱい生きることができるよ。靠边，你是洗锁吧？なんだよ。二人きりの旅が終わったと思ったらまたくっつけられるのかよ。ま、仕方ね。その条件飲んでやるぜ。極めるぜ剣。僕が切ってあげるよ。哎呦，刚好还差八秒，就不是就没有那个 S 评价了。
我要看一下有没有那个，有没有播放事件？哎有哎。哟，お前ジョコって言ったか。少し、俺の修行に付き合わないか。也是练武狂啊。強き武人と切磋琢磨するわ。拙者としても本望。ぜひともよろしくお願いいたす。おう、なんだか堅苦しいやつだな。あ、申し訳ござらん。拙者修行に打ち込むことしか知らぬゆえ。不用道歉吧。まあ、俺も人のことは言えねえけどよ。なあジョコ、お前は何をつかみたくてそんなに頑張ってんだ？ジョコ、武の頂に至るためでござる。武術巅峰。武の頂。そりゃまた壮大な。けどお前みたいなやつと戦えば俺にも見えてくるものがあるかもしれない。武術巅峰。修行相手として仲間としてお前とはいい付き合いができそうだな。拙者も同じように感じていたところ、これからよろしくお頼み申す。哦、oh, 我现在已经知道了。我看播放事件。播放事件出来一定会有那个它的那个友好度的那个爱心会变红色的。变粉红色。不然看一下。修善、お前いつも張り切ってんな。俺には気持ちに火をつけてくれるやつがいる。怎么又是宫本武藏啊？絶対孫悟を盛り立てたい。だからいつでも燃えてるんだ。お前には熱くしてくれる奴はいないのか？そういうんじゃねえけどよ、ほっとけねえ奴ならいる、剣の腕はずば抜けてる。だけど危ういんだよ。因为每一个男生都跟比利海盈顿一样嘛。その度互いになんとなく気がついてる。こいつを超えねえと剣を極められることはねえ。好敵手ってやつだな。なあ、聞いてるだけで燃えてくる。けど実は武蔵殿と俺もそういう仲になれるような気がしてるんだ。熱い戦いぶりに正直火をつけられたしな。一个拿弓一个拿剑的能比吗？俺もそう感じていたところだ。修善、お前とはいい付き合いができそうだな。ねえ、先換小次郎了。君は家の再興のために頑張ってるんだってね。哇，陆逊愿意跟这个变态屌丝在？开玩笑了。叶叶えられぬ夢ではないと考えています。どうして諦めないの？もうそのまま放っておけばいいのにさ。一族のためというのもありますが、一番は私自身がそうしたいからかもしれません。高等力士の名、どうしても。再び世に知らしめたいのです。そっか。都是为了名利呀。君が眩しく見える理由、分かった気がするよ。名前も家も捨てた僕とは反対だからだね。小次郎殿。小次郎殿。なんでもないよ。せっかく会えたんだし、君ともっと仲良くなりたいな。干，这才是。それも一緒に。这才是小次郎，才是私も对，素晴らしい剣士に出会えて嬉しく思います。小次郎，これから搞不好真的有。どうぞよろしくお願いします。不好说。靠呗，宫本武藏是公关是不是啊？都要找人聊天是不是？有名な武人らしいじゃねえか。お。あんたも相当腕が立つらしいな、孫作。挨拶代わりっちゃなんだが、立ち会ってみるか。あ、马上要打一场。話が早いじゃねえか。けど、
今はやめとくぜ。どうした？臆病風か？そんなわけがあるか。俺とお前が立ち会ったら止まらなくなるだろ。もし怪我でもしたらみんなに白い目で見られるぜ。哇，孙策还知道分寸嘛。この大事な時に何やってんだってか。確かに俺らじゃ加減ができねえだろうしな。けどあんたとは勝負しときて。あ、しばらくは戦での手柄争いだな。そんでよ、全部片付いたらそん時こそ俺たち二人心ゆくまで楽しもうじゃねえか。わかった。この奇妙な戦にもこれで張り合いが出たってもんだ。そんじゃこれからよろしくな。俺とお前。好了好了，聊太久了，快点。看宫本武藏根本就是，根本是来专门来社交的吧。好，再弄回我的大男队。啊，就是武士啊，武士这是无时无刻都想找人单挑吗？应该是吧。欸，他们两个是隶属性的，真的假的？我记得宫本武藏以前好像是技属性吧。以前神无双他有担任过技属性，然后之后几代我就忘了。好，我大男队，可是。要看一下，还有一个是谁？虚晃吗？虚晃算是吗？我刚刚忘记还有哪些人了。还有哪些人啊？雷神之锤，信義は違えぬ。还有个是丁凤吗？我丁凤我觉得不好用哎。徐晃好了。公明ひたすら武の道を極めん。把整个画面都占满了。好，来吧，开打。上山不算吧，他基本上算是，我觉得他在我的印象中，他算是那个呢。连长得像大男不一定等于真的是大男，好吗？孫権たちは地位を持って孫権軍を撃破した。上山謙信在我的仲間になることを、我一直。玩战国无双的印象中都是怎么讲，ここにいたり危機感を募らせた文武双全吧。本体を動かす。可是他对我来说比较偏稳啊，我的印象中啊，我一直以来玩到的印象比较偏稳，偏稳向比较偏文那一方面的，偏武的，我反而觉得，虽然说他的招式还偏好用。好，要打那个米兹希德。敌にはシバシドのシバシ。アケジ米兹希德。あれ、もしかして親子で戦うんですか？ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか。所以私が確かめてやろう。我定义的大男基本上算是像是本多忠胜，或者是像太史慈也算啊。孙策姑且也算吧。
可是我还不想用它。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。冲绳弩傻小。じゃあ引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば、覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。干，他不是说他老爸是宙斯的吗？白痴啊！ほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。哦，哇，他还有老母了。兄弟というなら、还有老母啊。ゼウスの子である神々。アテナやアレスといった者らもいるが、普尔修斯他有神，是我要讲什么？北欧神话这个人吗？時々眩しいよ。哇，感受不到家人的温暖，然后来这边取暖的意思吗？温暖なのかな？来这边愧疚一下。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。七百人以上，龙姬跟三男丸，还有啊，接近前击破司马师司马昭王元姬，达纳二的儿子是哦。我对北欧神话一向不熟，所以。我没有特别去研究。有一个司马师啊，司马昭嘞，司马昭去哪里了？司马师在这里，司马昭、王元姬，没有，都没出现，可能会以元军的身份出现吧。好，不管，先打再说。織田軍の狙いは、ナオトラ殿の腕は、なんとしてもナオトラ殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。私が相手で不服かね。さあ腕輪をよこせ。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうか、ならば翔元気、腕輪の持ち主を狙え。好呀。はいはい、ここでも俺は兄上に先使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。まったく、こんな状況でも相変わらずね。出现了吗？真的在那边。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。やるの。褒めて取らすのじゃ。少、この異界でも相変わらずのようだが、少年を叩き直してやろう。拙者が参る。神爺、元気、ここは任せた。俺は腕を。イエーイ。玩水咯。逃げ足の早い。那我们看看雷神之锤的呀。相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。来吧。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携も。玩家兄妹，敵ながらいい連携だ。肝心の私には分からない。
欸，为什么下面还有一个？そういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか？啊，司马昭跑来这里来了。手荒なことはしたくない。すみません。嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。失败了吗？看一下。啊，失败了，干，击败。为什么失败啊，白痴哦，干几掰，他在我放那个河底神哎呀，要失败靠腰啊，他在我放合体神速之前就跑掉了，干几掰，跑屁哦，你俩耶，哪吒出现！干你妹的！干林德！妈的，干！跑屁哦！司马昭还有任务失败，几班？干？难道说司马昭是精？众人皆知，不是应该的吗？啊，好像不是用在这里这个成语。开门，干！靠背，他不开门是不是？耶，玩水，气死了！任务失败真的很悲哀，超赌完了。开门。俺は引かせてもらうぞ。僕はナタ。腕輪を持つ人って。ナタ。開門。はい。私がお相手します。だから。開門。还有个任务是不能让。哦，没有那个。来ください。まあいいよ。你们看看雷神之锤。僕が興味があるのはその力だから。哇！他是索尔吗？傻小啊！承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。おお。好酷哦！哦吼吼！徐晃的那个，哎呦！我踢！骑士踢！我上我来了！指挥交通棒，交通指挥棒，死吗？啊，死了，死了！来吧。我踢。没踢死啊。そうじゃない人も多いですから。シゲル、お前の底力、この私に見せてみろ。
いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。いただき。残念だけど、ここまでは。看也要多一个妹子了，好棒啊！多一点妹子才好啊。来了，很难玩。哈，投降了。看我雷神之锤。あなたこそ天下無双の強者です。さあ、本気で来なさい、資源。私を失望させないことね。母上。母上。刃を向けること。今はお許しください。来い、万来将。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。投降喽！哎，还有一个农机，对不对？生男丸，打死你！耶，玩水，玩水，耶！农机呢？もうあなたは帰ってくれていいのよ。家族で地獄を味わえるいい機会だったのに、半端に終わらせるなんて。いや、在这里啊。ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたしまする。いえ、あなたという人は。ですが、その状況ではやむを得ませんね。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。戦なき地平を。太早打明日光秀了，我要去打，把下面的杂鱼都清光。戦は知略でするものぞ。思い知るがよい。哇！哦，达成了，太棒了！算了，不清了。我要结束这场战斗。哦，死光了。ですか。信長様、申し訳ありません。おしっかりありません。何とか撃退できました。ですが、ナオトラ殿がいなければどうなっていたか。ナオトラ。可以们看现在ナオトラ。もっと力をつけて。确定这不是线上游戏的那个点数装吗？仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが。对啊，これは皆の勝利。那个手环的威力出来了，手环的能力开启了。这感觉很像那个啊，对，差不多那种感觉，就很像线上游戏，龙大小线上游戏的那个点装。この戦いで。織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ。甚至有一些 YouTube 的那个啊 ，YouTube 的那个广告都会有那个啊。もう少し頑張ってくれると思って。类似的广告。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み、父を超えてみせよ。
そういえば、あの妙な少年は誰なんだ？あの力、哪吒。哪吒好像在《神魔无双二》的时候有出现过。ごめんなさい。还是魔王在临就出现过、啊，我忘记了。出発直前、急に現れたから。他那个角色创造的那个时机跟那个在哪一代出来的我都忘了。どうしてそんなことを？ますます謎は深まるばかりですね。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を。耶、妹子也是人妻。それが私の役目。对了，现在先听那个，听剧情。他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろう。啊，去啊去啊！不用跟我讲，你直接去就好了。为什么要讲？信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。追随女神的少年龙。要は一に辛抱、二に辛抱、忍耐の訓練をいたした。なんというか、独創的な同盟者役を一人設け、その者からの無理難題にひたすら耐えるのでござる。哎呦，一下升到七等了，这么屌！换人锻炼。比较好了，算了。先听一下那个，看一下那个播放事件，来吧。金継ぐ殿は歌がうまい。それは分かったから。ちょっとだけ小さい声でってのは無理か。おお、芝生殿。上杉の民がおらぬ世界で田植え歌はまずかったか。いや、それ自体はいい。けどこう気持ちよく昼寝してるとこにツン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 。无时无刻都想睡觉吧。それはすまなかった。義と愛は別の形で知らしめるとしよう。義はともかく愛の方は金継ぐ殿の兜で十分知らしめられてると思うぜ。そうか。ならば今は義について語るとしよう。いや、ちょっと待って。義とは弱きに寄り添い、強きをくじく正義の心なり。看来司马昭是受不了长篇大论的人。俺の昼寝の時間はおしまいだ。信行、弟の将を見なかったか。いえ、お見かけしておりませんが。何がおかしい。いえ、思い出したのです。私も昔よく雪村を探していたものだなと。どこの世でもそれが兄の役回りなのかもしれぬ。芝生殿はどこにおられるのか、もう見当はついておいでか。ああ、おそらく
かつて雪村を探していたお前がそうだ。这两个哥哥在谈。共にいる時間が長い。过去的事情。行動範囲もある程度は読めるようになりますしね。雪村にはよく驚かれたものですが。私も昼寝中の弟を驚かせてくるとしよう。ではな、信行。哇，这样轻松的谈话多好啊！对对，抱歉。好，换人吧。啊，玩一个特别的好了，想一下啊，我现在想起来，很多很在神魔山，不是神魔山，就是以目前三国跟战国的最新的游戏来说，三国无双跟战国无双的那个。最新游戏来说，里面的女角绝大部分都是人妻。我现在想想，好像真的是这么回事。所以有一些，可能还没结婚的吧。呀，我想一下我要干嘛啊？对了，我要玩那个。看一下啊。我要玩忍者队。影、水彩。お仕事、お仕事。忍者队。マガツカセガ。嘿。キスサボ。好，我去上个厕所。刚刚水喝太多了。忍者队，来吧！为什么我感觉服部半藏特别高啊？天下無双の名、これにあり。世界の高根は近づいている。的修行，我决定
决定要让三个女生去。OK。Go。OK。双选择。有差吗？好啦，就弄一个我没有面具的好了。不急，哇，第二张还真的好长啊！天哪、啊，来吧。激闘の末、いいナオトラの腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を勧告する。さらに、風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かうだが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだったあれはオリンポスの兵オリンポスまさかついにゼウスたちが本格的に進行を始めたのか要遇到北欧军队了その辺は偵察済みですあれを率いているのはアテナって人でした確かお知り合いですよねああゼウスの娘オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だそして腕輪を盗んだ私を追っているでは新たな腕輪そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですねそれともう一つ趙雲漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間が赵云ついてるみたいです赵云竟然在北欧军队里面そんな兄上たちと趙雲殿が敵なんだとなんだと優しき仁君よ仲間に腕輪を譲り戦いを避けるかいや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは、信長と話すこと、そして、ゼウスから皆を守ること。そのためには、力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。では、この先へどうぞ。其实凤魔小太郎跟伊达正宗是同一个配音，不知道有没有人知道。击破张苞，击破800个敌人后与雅典娜邂逅啊，无所谓。雅典娜在哪里啊？赵云，哦，星彩也在、欸。星彩四代刚出来的时候，我觉得他还蛮正的，光荣把他做的蛮好看的。击破张苞，张苞在哪里？哦，在这。然后 ，OK。開始ペルセウスもはや逃げ隠れはできぬ父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがよこれだけの軍勢を率い待ち構えていると神の本気がうかがえるなペルセウス殿ご安心を共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません腕輪のありかはアテナが守っている守り方そう南北には諸の将が陣取っている手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない中央は避けて進もう知れおおよくやってくれた
本当に趙雲殿が敵に。この目で見てもまだ信じられない。打死你。我先去打张包好了。進軍するぞ。舒服。干，你大便是不是啊？走那么久。哦。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。だ。私も戦います。お、いて。好多人啊。逃げることなどできません。お。私が。这什么招式啊？哦哦，好酷哦！还有一个是，还有一个是什么？达成，没有败走的情况下啊，剩下的都比较简单。点到跟不一样。每个连刀好像每个就算是一样是连刀技能，好像可是那个招式好像会有一点不一样。赵云是被控制了吧？干！嘿嘿嘿嘿 ，Hello T。靠山娘，这是一个人气。忍者队，哎，不要捡尾刀，干！尾刀是我的。興味深い。また戦いたい。雪村、感服いたします。知れ。勇武殿と戦うことなど、だが今はこうする以外にない。像这样镰刀招式就不一样了。よくやってくれた。
りたければ私を倒して。精彩。それしかない。なぜだ。制裁を傷つけるために強くなったわけではないのに。邪魔。イエー。哎呦，刚刚那个一下。靠边，你要不要？你是要讲本本的名字啊？哎，别忘了，我会放 YouTube 呢。你什么都没说啊？你可是你关键字都出，关键字都讲出来了。赵云还没死，好屌啊！好吧，ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ここは一度引く。无敌风，哦不，无敌龙卷风。Yeah、对啊，我没想到攻击的那个能力这么强。人呢？哦，在这边。来了，进动画。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。哦，马上穿手环，耶、yeah, ，变身。哎呦，哦，原来赵云也有。哇，赵云被北欧神了，呵呵，傻小啊，野猪其实不知道是干干这个对决，在初代的时候，在一代的时候就打过一次了。伊萨马伊鲁，好，开打开打，哇，换赵云带耶，怎么都是，重点是都是战国武将在带的，你们有没有发现？一个是，没有，吕布有带啦，吕布除了吕布以外，信长、赵云也有带哦。信长、直虎跟那个现在的真田幸村。啊，要抢是不是？你他妈要抢是不是？要抢是不是哈？このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。先打那个赵云。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。なんと素晴らしい。龍卷風。イエーイ。好猛啊！
我が魂に響きました。いざ。哇，怎么全世怎么好像全世界都来了？できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。那新春这个服装不知道是ちょっといい？哦，有个人妻。頼みがあるんだけど。あれ、あんたさっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論私もそうしたいと思っている。やはり何か事情があるのだな。あのアテナって女神にリュウゼン様が捕まってるのだから、観作たちは仕方なく言うことを聞いてて。阿斗就不要管他了。あんな悲しい顔を見てられない。なんと、我が子が。我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは無理だ。所以赵云他们还是跟雅典娜走了。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え、腕輪も得られたことは良好だったな。あの腕輪に宿る力は、分身テュール。ティール。武勇。そして策にも長けた雪村殿には、ぴったりだな。いえ、私など。ですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこ見ててよね。有一个只嫁了一个妹子，不过好。哇，时间竟然是低哦。花太久的时间吗？干，又是踢皮球。文姐，操！オリンポスの神による本格的な進行、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが、謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため。やはりまずは信長に真意を問いたい。闘争を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。開戦時期今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ。難道信長の元へ。信長有什么隐情吗？哇，决战第六天魔王，这么快，神格化。这边录的影片先做一个段落。